YouTube ナオトの個人チャンネルようこそ、ナオトです。今日はですね、大会2週間前となりましたので、今の僕が大会で何キロ持てるかっていうのを大体わかるために、最後の重たい重量を持っていきます。今日はスクワット、ベンチ、デッドリフトも試合の形式で回していこうかなと思います。で、今日が日曜日なんですけど、2週間後の土曜日が試合なんですね。だから13日前になるのかな。で、体重もうまく今68から 67.5 ぐらいをうろちょろしてるぐらいなんで、まあ多少水抜けば OK ぐらいなんで、もうほぼ今回上げれる重量ぐらいは大会でも間違いなくいけるんじゃないかなっていうところで想定してやっていきます。スクワットはですね、まあちょっと170までアップしまして、これから170やるんですけど、ちょっとスクワットに関しては内もも痛めたり股関節痛めたりでも怪我ばっかりで、どうしようもないんですけど、怪我があってね、あんまり重いの実はやってなくて、僕も今ね、何キロぐらいスクワット持てるかっていうのがね、ちょっとわからないんですよ。他のベンチとデッドに関してはなんとなくこれぐらいかなってのはわかるんですけど、なのでスクワットに関してはちょっと170からお見せしていこうかなと思います。まあ、今日180までは持ちたいなと思ってたんで、で大会うまくいけば195から200狙いたいんですけど、とりあえず今から170、180とお見せします。とりあえず170の上がりがどんなもんかっていうのを僕もわからないのでやっていこうかなと思います。ではどうぞ。悪くないんじゃないかな。久々の170にしては結構いいしゃがみな気がする。しゃがみも割と入ってたんじゃないかな。ちょっとね、180に参りましょう。180キロいきます。180キロ持つのは5月の大会ぶりかな。それからもうずっと股関節がダメダメだったんで、180多分1回も持ってないと思います。なんでもう本当に5ヶ月ぶりですね。久しぶりに180キロ持っていきます。もう悪くないかな。なんかもっと絶対重いだろうなと思ってたんですけど、これだけ空いて180このぐらいの上がりできるんだったら、本番は90はいけるかなと思います。まあ、ちょっと様子見てですけど、180を、まあ、第一かなにしようかなって今ちょっと思いました。まあ、この後ね、ベンチとデッドでね、しっかりベスト出せるよう頑張っていきたいと思います。ベンチのアップが終わりました。130まで来ました。120やって、今から130やります。まあ、ちょっとこれの上がりを見て次何キロやるかを決めたいと思います。エルボーつけてるんですけど、本当はエルボーつけたらダメです、試合の時はね。なんですけど、ちょっと肘が今ね痛いの、右のね肘がすっごい痛くて、ちょっとね練習ギリギリまで今回はつけようかなと思ってます。普段はね外してやってるんですけど、今回だけ。はい、まああんま良くなかったかな。今ちょっと手幅広すぎちゃったんで、もう一回ちゃんと手幅元の位置に戻して35やりたいと思います。
感覚的に重かったけど、今の上がりだったら多分40はいけると思います。ギリギリ粘って40いけるんじゃないかなっていうぐらい。ちょっと本番までにもう少し精度上げて頑張っていきたいと思います。最後デッドリフトいきましょう。はい、デッドリフトやってまいりました。180キロでやるんですけど、素手でやってたんですよ。試合素手じゃなきゃいけないからと思って素手でやってたら、豆がね、豆っていうか皮がむけそうになってるのかな。中でこう血がね出ちゃってるから、パワーグリップに変えます。めっちゃ重いんで、めちゃくちゃ重くてびっくりした。本当に重くて、ちょっと久々にやっぱ3種やるときついっすね。めちゃくちゃ重いっすね、今日。うん。いや、迷うな。何キロまでやろう。いや、200粘るよね、今のだったら。やらないべきなんだろうな。いや、でも試合まで残りもうあんまないからな。いや、でも絶対背中に疲労溜まるよね、これ200やると。いやー、どっちだ？やめるべきか、やるべきか。ちょっと悩みます。ちょっと10分ぐらい考えたんですけど、今日はここまでにします。で、デッドリフトは、まあ、ちょっと今日は本当に重いんで、逆にここで190とか200やってちょっと粘っちゃうぐらいだったら、今日はもうここでスパッとやめて、もうちょっと時間置いてからもう一回少し重いのやってみようかなと思います。まあデッドですね、ちょっと不甲斐ない結果になってしまいましたけども、まあ、また別日にちょっとやろうかなと思います。まあ2週間後の大会ではしっかりとベスト出せるように頑張っていきたいと思うんで、皆さん応援よろしくお願いいたします。まあ、コメントだったり高評価もらえると非常に嬉しいので、高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしております。では、さよなら。